飽きもせずまたぞろ雑種の争いか。トップサーバントとのたまっていたな。よもや貴様ら自らが史上の英霊であるとでも。ムーンセルの水郷にも困ったものよな。ならば俺が貴様ら雑種に拝謁の光栄を与えてやろう。刮目せよ、絶望せよ、この俺こそが真に史上にして唯一の英雄である。黄金の英霊。なんだ、雑魚を率いる雑種はすでに戦意喪失か。だがもう一匹は騎乗よな。この俺の姿を目にしてなお果敢にも刃を向けてみせるとはな。どしがたい野郎か。出なければなんだなあ、雑種もどき。時を無駄に消費するな。口を開いても構わんと言っているのだぞ。俺はすこぶる機嫌が良い。貴様次第ではさらなる宝剣をくれてやる程度にはな。何しろセラフがこの手の揺らぎを起こすのは珍しい。あまりにもキーであったがゆえ、何わざわざ教会を切り裂いて出向いてやったのだ。わかるか雑種、万に一つの光栄を貴様らは得ているのだ。これを喜ばずして何を喜ぶ。自らの手で限界を。そんなことはありえるはずがありません。いかにトップサーバントといえども。単独での限界、ありえざる事象、それが何だというのだ。私は戦う者、殺戮の機械だ。立ちはだかるならば何であろうと。破壊する。古い文明の匂いがする。お前は人間よりも真っ当な命の流れにいないな。黄金の鎧と無限の宝具、これに該当するサーバントは一騎のみ。呼ばれもせずに現れたか、英雄王。英雄王、世界最古の英雄ギルガメッシュ。匂いとは幽霊のしもべらしい野蛮さよ。食うことのみに執着する獣のようではないか。だがその言葉、貴様の比類なき肉体に免じて受け取ろう。褐色の戦士よ、星に刻まれた伝承がまことか否か、俺に見せてみるがいい。
戦士文明の末端、私の足から逃れた末裔風情が大きな口を叩くな。そうか、やはり破壊しか知らぬのか。良いぞ、俺を飽きさせるな。どうしてあの姿にはならぬのか。粉ない気にも俺を焦らすか。白い巨人になれば俺を圧倒できよう。英霊もどき程度では物足りん。遠慮はいらぬ。さあ何もかも破壊し尽くすがいい。怪物の類に差したる興味はないが、こと人類の完全なる破壊者ともなれば話は別だ。かつて神を殺した巨人、地表を蹂躙したおぞましき者、まさに我がエアを抜くにふさわしい。英雄を、確かに私は破壊の化身だ。多くを残して見せた英雄とは違う。剣を振るう目的はただ一つ、破壊のみだが、それでも私にはかつてこの姿で地上をかけた記憶がある。1万4000年前の巨人ではなく、小さき人として。ただ壊すだけではなく、確かに意義を残したはずの戦いだ。その過程を汚すことはできない。
ほう。お前の言う通り、この私はただの英霊もどきに過ぎないのだろう。けれど今の私は英霊アルテラだ。そう呼んだ者がいる以上、私はこの姿のまま破壊の大王として剣を取る。セファールと戦いたいのであれば、この私の体と教授ごと粉砕するがいい。巨人にはならぬと言ったな。ならば無理にでも巨人を叩き起こすまで。これは何だ、毒か。ハハハハ、さあ白き巨人に変われ。雑種もどきのままではたちまち死ぬぞ。私はセファールには、我がトリコ、治療を任せる。これはどう、これはどう、ゲートを再開する。ゲートオブ無様を。まだだ。ありがとう。
何のつもりだ、英雄を。見ての通りだな。何、俺が話をつける相手は巨神の方だったのだがな。あれにならないというのであれば、貴様に用を押し付けるしかあるまい。幽霊の先兵、いや英霊アルテラよ。貴様はまどろみの中で全てを忘れたようだがな、我が王国と貴様とは多少の因縁がある。かつての地上の話であり、俺が誕生する前の契約であり、その相手は貴様ではなく貴様の方にだが。お前が私と契約だと。何、身内の恥というやつよ。ゴーハラだが、俺の父にあたる者どもは貴様に一度見逃されていてな。その折に貴様は神々に誓わせたのだ、この借りは決して消えぬ、代償をもって返却せよとな。まったく、俺には関係のない負債だが、これを踏み倒したとあってはウルクの名に傷がつこう。よって神々に代わって俺が貴様と契約しよう。一度きりだが、貴様を助力してやるとな。それはつまり、お前のようなおかしな男が私の軍に加わると。加わるか、たわけ。英霊として立とうという貴様の方針は理解したと言ったのだ。それを笑うことはあれ、阻むことはないだけよ。指輪の中にマスターを収めているか。哀れなる旅衆よ、貴様の言葉も間違いではない。何しろ伝え聞いた巨人の姿ではなかったのだ。俺も慎重に様子見をせざるを得なかった。しかし、そうさな。ほう、そういう縁か。面白い。喜べ、アルテラ。俺はこれより貴様の副官となることを決めたぞ。勢いで口にしたことゆえ、それは忘れよ。いや、アルテラだけであればこのまま立ち去るつもりだったがな。まあよい、この俺が手を貸してやるというのだ。二度も言わせるな。ただし心せよ、俺が進んで貴様らの企みに助力することはない。たとえ貴様が命を失おうともな。こう思っておけ、最上にして最強の武器を得たと。最上の武器。
驚天動地の展開にしてやったというのに、これでも笑わぬか。ほとほとつまらんやつよな、アルテラ。待って、英雄をどこへ行く。俺は貴様の軍の副官となったが、命令は受け付ける。大体俺が口出しをしては意味があるまい。英霊として立つのなら、その立ち方は自分で見つけるがいい。俺はそれまでヤジを飛ばすだけの男よ。意図なのですか、英雄王。まさかあなたのようなサーヴァントが世界の破壊者たる優勢の軍門に下るなどと。なんだ、生きていたのか、聖女とやら。ならばすでに俺の述べた言葉を耳にしていよう。それ以上でも以下でもない。俺は決して言葉をたがえることはない。貴様こそなんだ。ムーンセルに呼び出されたようだが、サーヴァントとは契約者に仕えるもの。英霊とはムーンセルを守るものではない。最終的に人間の未来に重きを置くものだ。あの征服王がそうであったようにな。やつめ、最後まで自分の理由で戦いおって。まあいい、旗持ちの聖女よ。果たして貴様が重きを置くのはどちらかな。予想外の結果だった。お前の、つまり礼を言う。仮初めの英霊である私には英雄王はあまりある相手だった。だが勝利を果たした。破壊せずあそこまで持ち込めたのはお前の力だ。サーヴァントとしての魔力供給を受けるだけの私のみでは到底かなわなかった。お前の助力、私は嬉しく思う。調子に乗るな。お前が我がマスターであることには何一つ変わりはないのだからな。そうだ、これまでもこれからも。
なんだその顔は。納得がいかないが、いい。わかったら、もうあちらへ戻れ。魔力の回復は前回と変わらず重要な役目だ。私のマスターですよね。やめる？そんな本当に本気で言っているのですか？さっきあなたはマスターだって言ってくださって。私のことを信頼してくれるのですか？あなたは虜なのに。私はあなたを捕らえました。脅しもしました。痛い思いもさせました。基地である戦場へも強制的に赴かせて、無理やり指輪を。
なのにあなたは言うのですね、この私のマスターであると。はい、なら私もあなたの決意に応えなくてはいけませんね。約束させてください、もうあなたを檻には入れません。檻は破壊します。あなたには別のふさわしいものを用意しますから。明日からです。だってそのやるべきことがあるんです。そこは従ってください。よろしいですね。ありがとうございます、私のマスター。今夜まではどうか檻の中にいてください。それから今日は本当にお疲れ様でした。食べていっぱい休んでくださいね。お受け取りください、ご主人様。私からの日頃の感謝の気持ちでございます。ですね。あ、いえ、私は構いません。マスターとして知識を求めるのは当然の権利ですから。ですがごめんなさい、あくまでお答えできる範疇での回答になります。それでもよろしいですか。
セファールは簡単に言えば私のことです。白い巨人、優勢の先兵、電脳体として存在しているという点で月のサーバントたちと似通っていますが、根本的には異なるものです。ムーンセルで召喚されたサーバントには不可能なことですが、私は地上にアバターを送り込めますし、スキルとして定義される能力もあなたたちにとっては異質でしょうね。例えば魔力吸収スキル、これは人工物を破壊しその量子を吸収して成長することを可能とします。ええ、そういったものも含みます。およそあらゆる術式で加工された魔力を自在に吸収するのです。ここでいう術式とは技術、知識、文明、寄生体によって加工されたあらゆる力、万象すべてを栄養源として吸収します。私にとって食事の対象は文明です。地上に送り込む分身も同じです。分身としての白い巨人セファールも同様に魔力吸収スキルを有しています。地上に現れたセファールはムーンセルから送信された私のデータをもとに地上の量子で構成されたマテリアルボディです。効率的に効果的に地上に権限した私は文明を捕食するでしょう。私の体の模様ですか？これはその優勢の紋章といって、私がセファールとして活動するための巨神化スキルの象徴というか。あまりそう見つめないでください。なんだか頬が熱くなってしまいます。そんなに大きい、そんなに、いえ、そうですよね。大きいのは事実ですし、私はどのような世界、どのような環境にあっても巨人として存在します。多文明における人の10倍の規模を持つ、それが私の基本条件であり、私が生まれた星での常識でしたから。その中でも私は特別、あなたたち風に言えば王族でしょうか。かつて私がいた星における最高の素体として追加機能が与えられています。それが巨神化とも言うべき特殊スキルです。これは文明を破壊するために巨神と化す力、私の基本設計です。私の手で破壊した地層、建造物、生態系、文明という概念を量子情報として吸収し巨大化していくパッシブスキルに相当します。さらに付加効果として原生生物にもこの巨大化現象は伝播します。1万4000年前の折には地上の原生生物たちにもこの能力を付加して破壊の軍勢として刺激しました。いいえ生態には効果がないのです。文明を壊すものが
文明を成長させてしまっては本末転倒でしょ。それに私の巨大化スキルはウイルスのようなものです。過去、原生生物たちは巨大化しながら次々と崩壊していきました。短命になってしまうのです。生命の在り方を歪めてしまうから。あんなにお話をしたかったのにちょっぴり疲れてしまいました。きっとこんなにたくさんの質問をされるのは初めてだったからですね。それとも誰かに質問されること自体が初めてかもしれないですね。今日のあなたはとっても好奇心旺盛ですね。でもこの辺りにしませんか。続きはまた次の戦いの後にでも。地上の私が何なのかですか。1万4000年前の以前にも言った通り、私はセファールと呼ばれるものです。幽星から落とされた先兵、白い巨人。この説明では足りないということでしょうか。ではそうですね、どこまで語れば納得されるのかは分かりませんが、かいつまんで説明しますね。分からないところがあったら遠慮なく言ってください。まず1万4000年前、幽星から落とされた本来の私は疑似量子で構成された存在でした。幽星で作られたというのは正しくはありませんが、
初めから疑似量子体として生まれたものです。私はデータ上でのみ生命として認識されるもの。地上の人々から見れば情報体に過ぎません。ですから地上で活動するためには、この私のデータを地上に再現したもの、マテリアルボディを作成する必要がありました。私がここへ落下したのはそのためです。ムーンセルの機能を掌握して、地上殲滅のための分身を作り出して、はい、そうですね、かなり正解に近いと思います。そうして私は白い巨人として地上の何もかもを焼き払いました。自然を、生物を、そして何よりも文明を、かりそめの分身が息絶えて崩れ去る瞬間まで、それが私の存在意義です。セファールという破壊機械が稼働する理由です。私も同じです。そうでしょうね。私は優勢の先兵として、この中域にある文明を根絶やしにする。セラフを侵食し、ムーンセルを掌握して、もう一度あの青い星の地上に降りて、降りる手段は何でもいい。14,000年前のように分身でも構いませんし、月をうがった星の船で降りてもいい。いずれにせよ、私は文明を破壊する。私はそのために生まれたものなのですから。はい、檻ですか。私が作ったものです。きちんと作れていませんよね。きっと寝心地も悪いのでしょうし、座り心地だって気持ちの良いものではないのだろうと思います。いえ、わかります。ごめんなさい、不快な思いをあなたにさせたいわけではないのです。でも、この手は何かを作り出したり生み出したりするためには設計されていなくて、当たり前のことではあるのですけど、人間サイズの小さなものは組みづらくて、不便ばかりかけさせてごめんなさい。やはりそこから出たいのですか。ありがとうございます。今夜まではどうか檻の中にいてください。我慢を強いてしまいますけれど、もう少しだけですから。
私は何をしているのだろう。この行為にどんな意味があるというのか。破壊、破壊、破壊。旅の果てに出会ったもののすべてをただ壊す。
あなたたちを、あなたたちを壊す、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 取り込んで壊す。なんだこれは。私は何なのだ。破壊のためだけの破壊を私はしている。これは違う、違う、違う、違う。だって私はこんなもの一度だって。これは何だ。知っている、これを知っている。これは剣だ。私が破壊した、戦いの神が手にしていたもの。でもあれよりもこれはとても小さい。人が手にするくらい小さいのに、ああこんなに熱い。
おはようございます。たっぷりお休みできましたか、私のマスター。どうかされました？もしかして眠れませんでしたか？眠る前にたくさんお料理を出しすぎたのが良くなかったのでしょうか？ああ、それとも元気が出るようにと思って適正プログラムの肝を食材に混ぜ、少量なら問題ないかと思って、帰って元気になったりするかしらって。ごめんなさい、冗談です。混ぜたりしていません。私の声が届いていないようだったので、ちょっといたずらしてしまいました。ごめんなさい、マスター。許してくださいますか？ございます。少し模様替えをしてみたんです。どうでしょう、気に入っていただけましたか？こういうことをするのはあまり慣れていないというか、初めてというわけじゃありません。これでも経験者なんです。ここ最初は本当に何もなくて、暗いだけの空っぽの部屋でした。本当に何もなくて、でもある日ふと届くものがあったんです。何と言えばわかるでしょう。それはとっても不思議な初めての感覚で、あなたたちのように言うならやっぱり
夢のようなものでしょうね。見えたんです、そのいろいろなものが。その経験を思い返して模様替えをした結果が今日からの石室です。あなたの大きさに合う絨毯や装飾品を作りたかったのですが、私にはまだ難しすぎて。でも金貨の海だと歩きづらいでしょ。だからそれだけはのけて、なんとか生活用品を組み立ててみたのですが、いかがでしょう。少しは良くなったとか思いません？場所だから、少しでも、ほんの少しでも良くしたいのです。私にはここだけだから。我がことながら外の私のことが少しだけ羨ましいです。私はあなたという契約者を得ることで確かに自由を得ました。英霊のような私、分身、分霊に似た形で、一人のサーヴァントとしてセラフの新天地をかけることができます。でもやっぱりこの世界は狭いですから。私のために？あ、そんな風に言っていただけるのは嬉しいけれど、いけません。ダメです。ダメなんですよ、本当に。ただ一時の感情に身を任せたりしては。私がこの石室から出るということは、ムーンセルを破壊し支配するということ。あなたは人間です。優勢の到来を望むはずのない存在です。そんなあなたがムーンセルの支配を、ひいては星の滅びを望んだりなんて、ほら、ありえないでしょ。
まるでままごとね。ほんと、みっともないったらないわ。また、私の石室へ。そりゃ入るわよ。私たちの立場は対等だもの。それよりいつまで未明領域に引きこもってるつもり？さっさとセラフの侵略を開始しなさい。それがあなたの使命でしょうに。赤のセイバーと青のキャスター、連中、あなたがまごまごしているうちにそれぞれレガリアのかけらを獲得しちゃってるのよ。いいこと、時間はもう残されていないの。いくら相手が雑魚だからってもたもたしてたら寝首をかかれるわよ。レガリアのかけら、コリス、変な顔しちゃって。ああ、あなたもしかして自分のこともレガリアのことも分かってないの？あのセイバーとキャスターのことも？ああ、そう、檻に閉じ込めて何のごっこ遊びをしてるんだか不思議だったけど。そういうこと、聞く気がないから話していなかったんじゃなくて、聞きたくないから話していなかったわけ。じゃあ私が教えてあげるが、今どんな状態なのか、そもそも誰のマスターだったのか。コリス、今のあなたは無様なくらいにバラバラなの。かわいそうって言ってあげてもいいくらい。あなたは精神と魂が抜けた体に過ぎない。電脳体を構成する3要素のうちの肉体だけ。それがあなた。精神と魂はどこに行ったかわかる？ここにいる偽物じゃない、あなたが契約していた本当のサーヴァントのところよ。精神のあなたはメインサーヴァントのもとへ戻った。魂はサブサーヴァントのもとへ。でも、それは自業自得というものよ。だってあなたの電脳体を3つに分けたのは他ならぬあなた自身なんだから。ムーンセルの王権を司る一つの指輪、レガリア。優勢に対する防衛手段を与えられたあなたは、私たちから逃げるために自分自身を砕いた。そうしてこの石室に残されたのは中身に置いていかれた体だけ。死体と変わらない、ただの残骸だったのに。アルキメデスも誤算でしょうね。
精神と魂が抜けて空っぽだった肉体にまさか意識が残っているなんて。ほら、何かあったわよね。その辺を示す言葉、残留思念ってやつ。落ち込んでるのよ、アルテラ。それとも落ち込んでる人間のふり？どっちにしろそのバカでかい体には似合わないわ。別にいいじゃない、そいつなんて初めからただの道具なんだから。あなたにとってそいつはムーンセル破壊のための便利なアイテムでしょ。レガリアを集め終わったら捨てればいいのよ。その後は私に任せなさい。きっかり廃品回収して今までの借りをたっぷり返させてもらうから。道具なんて私は最初からそうするつもりで捉えたんでしょうに。今さら情が移ったからうちでずっと買いたいなんてわがまま言わないでよね。あなたは優勢の使者、あなたにとって意味があるのは優勢の指令だけ、すなわちは侵略と支配。他はみんな誤差やおまけの類なんでしょ。どうせ全部破壊しちゃうんだし。重要なのはレガリアであって、コリスなんていいとこ、お菓子のおまけ程度。そうよね、セファールさん。またなの？いいとこで毎回お邪魔が入るわね。今度は誰よ。どれどれ、噂をすればなんとやらね。青のキャスターが未明領域へ向かって進行を開始したわ。まだ通常のセラフ領域だけど、放っておけばすぐにでも未明領域へ到達するわね。どうする？まさか放っておいたりしないわよね、アルテラ。飛んで火にいるとはこのこと。障害は一つずつ排除する。マスター、戦いの準備を。私のためにその身を捧げなさい。違うぞ、違うんだ。あの女の言葉は正しいが正しくない。私はレガリアのおまけだなんて思ったことはない。むしろレガリアがおまけだ。だってお前は私のマスターなのだから。
その通りだ。その通りなんだ。なんだ、わざわざ語るまでもなかったな。あれは言葉のあやというやつだ。交渉のための政治的圧力とも言う。そうだな。もう一つここでお前に言うことがある。これまでは話していなかったことだが、エリザベートの言う通り、お前は肉体だけの存在だ。到底一個の電脳体としては安定した状態ではない。安定させるには他の二つ、精神と魂を統合する必要があるだろう。だが安心しろ、レガリアはすぐに集める。お前は何があっても我がマスターであればいい。そうすれば少なくとも生き延びることだけはできるのだから。では出陣だ。お前のサーヴァントがどれほどのものかしっかりと見定めるがいい。この夢はいつ覚めるのか。キャスター、ライダー、攻めどころだ。敵セクターを一息に落とせ。敵のレジムマトリックスが完成してしまう。もう後がないぞマスター。あっ、全てを無視。私にかかればセクターの制圧なんてちょちょいのちょいです。嬉しい。行きましょう。カバンの物は全て排除します。ほう、複数同時攻撃か。これは序盤が最難関と見たぞ。高ランクのセクターを制圧しろ。守りに徹していても押し負けるぞ。ジャンヌダルク、敵を破壊せよ。無益な戦いではないと信じます。進行する。細密の上に緻密を重ね、レガリアの機能を解析し、ようやく叶った構成プログラムを使役。一騎当選の英霊を配下に従え、ついに実現した我が強大なる千年教軍団。それをこうもあっさり蹴散らしてみせるとか、反則にも程があります。未明領域の脅威、優勢の先兵、可愛い&賢いタマモちゃんにはみこっとお見通し。かくなる上は私自ら相手になりましょう。と言いたいところなんですけど、ここはお互い同じご主人様を持つ英霊同士ですし、こうして出会ったのも愛縁起縁と申します。まずは話し合い言っときます。ご主人様、タマモは血も涙もない暴君を卒業しましたから、こうして相手とも対話いたします。それがあなたの望みでもありますからには。対話か。お前を外に出すのか。
それはそうだが、ご主人様、私のラブ感知スキルが告げています。あなたは間違いなく私のご主人様、月の聖杯戦争を共に戦ったただ一人のお方。もちろん正確にはその肉体であるお方。ああ、おいたわしや、そのような。キャスター、ザレ事に時を費やすのなら話はこれで終わりだ。ああ、もう何を焦る必要があります。あなただって今この時に限るのならご主人様のサーヴァントでしょうに。分かってますよね、あなた、今のご主人様がどれほど危うい状態なのか。不安定で揺らめいて残った知性が今にも消えてしまいそうなほどに儚い、そういう状態ですよね。そこで私は提案いたします。肉体のご主人様、それにそこの白いあなたも、どうか降伏を。そんな状態のまま戦闘を行うなど自殺行為のようなもの。こちらへいらしてください。私ならレガリアがなくともケアできます。というか、お望みとあらばサーヴァント契約なんてたちまち解除して、そのまな板女から解放してご覧に入れますとも。なんだと。本当は我慢するつもりでしたが言います。ええ、言わずにいられますか。こんな状態のご主人様をよくも引っ張って戦闘なんてさせてくれやがりました。あなた殺す気ですか。殺す気ですね。不安定な電脳体は傷つきやすく治しにくい。些細な傷でさえ崩壊につながるのです。知らないなんて言わせませんとも。私は ダメだ、逃しはしない。お前は私の虜、自由意志を持って離れることなど許しはしない。聞いての通りだ、キャスター。対話は終わりだ。そもそもこの娘の命は私が握っている。逆らえば殺すと断言もした。そうだ、私から逃げられるはずが。何なのだお前は。離婚。
何なのだはこっちのセリフです。何ですかその赤面、何ですかそのラブ感。セイバーさんのみならずとうとう優勢のエイリアン的先兵まで陥落とか。さすがです、ご主人様素敵。じゃなくてエイ、お覚悟を。多少手荒な真似をしてでも取り返します。何を言う、私は陥落などしてはいない、いないぞ。だがマスターからの力を確かに得た。魔力、気力ともに十分、いかなる敵も破壊してみせる。何がマスターからの力ですか。それはいいえ、問答は無用。来い、お前に恨みはない、むしろ借りができた。その礼に速やかに倒してやろう。高ランクのセクターを制圧しよう。守りに徹していても押し負けるぞ。ジャンヌダルカ、敵を破壊する。無益な戦いではないと信じます。どう、覚悟するなよ。メタル、聞くに足る活躍になってきたな。あとは我が領土を奪うというのか。その挑戦を応じよう。このままで制圧される。早急に撃退する。防衛は完了した。いい判断だったなマスター。間に合いましたね、主のご加護があらんことを。全ての私の足で埋め尽くす。セクターを落としたか。
褒めてやるぞ、アルテラ。悪くない働きだ。そのセクターは進軍の要衝だからな。命に代えて死守しろよ。できなければ敗北あるのみだ。数が多すぎる。貴様では全てを守りきれん。その文明を破壊する。守るべきものを選べ。さまつなセクターなど捨てても構わん。決めろ。あなたいいですね。かわいがってあげましょう。私の何かが危うい気がします。ここで決着をつけます。私の毒は甘くしびれますよ。あなたが来たのなら百人力です。勝利は我らに。あなたとは性格的に近しいものを感じますが、ここは戦場です。出会った以上生き残るのは生きてだけか。お前とは気が合いそうだ。あの嬉しいです。我が軍を奇襲だ。
め尽くす。制圧成功ですね、王よ。あなたなら勝利もつかめるでしょう。お見事です。この戦い勝利は確実と見ました。プラットメン、倒すべきはないと考えているな。嬉しい、ラケチン。その文明を破壊する。私の足で埋め尽くす。制圧成功ですね、王よ。あなたなら勝利もつかめるでしょう。味方が攻められている。急ぐぞ、急ぐぞマスター。し、私は止められない。し、ダダン。炎の輪がちを、ダダン。我が槍も防衛を持って。あのランサーは特に強い。奴のホールは貴様にも効くぞ、アルテラ。心臓兵装が相手だ。せいぜい警戒してやれ、雑種。進行する。どう切り返す。軽いな。
苦しい。ふざけて。手加減はできず。悪い。死刑。殲滅する。ご苦労だった。しばし休め、我がトリコ。これはマスターとサーヴァントのつながり。絶対に私から離れられはしない。だから、いや違う。そんなことを言いたいわけじゃない。ありがとうマスター。口ではああ言っていたが、お前は確かに私のマスターでいてくれた。戦闘にも協力してくれた。ありがとう。石室ではゆっくり休め。あそこの回復効果は多少なりともお前の肉体を維持させるのに役立つはずだ。お前は私のマスターだ。私はこれと選んだトリコを死なせはしない。ではしばしの別れだ。次の戦いで会おう。副官が本陣に姿を見せるのは道理であろう。さてガランドの肉体よ、己が真実を知らされた気分はどうだ。聞いたのだろう、魂もなく精神もない抜け殻が己の正体だと。であれば朽ちゆく運命を嘆くか、世界の無慈悲なる様を呪うか、
というのがありきたりの反応だが、あれこれ抜け落ちていようと、あり方というものは一朝一夕には変わらんな。常に目の前のものを第一とする。常に自身にできる最善に手を伸ばす。それがどれほど困難な道であろうと、その困難さすら気に留めん。まったく前向きにも程があろう。まあよい、せいぜいあがけ。貴様のそのあり方が何かの運命を変えるかもしれん。俺からの忠告はそれだけだ。最後まで己の愚かさを貫くがいい。背を告げることはあなたをいたずらに恐怖させてしまうと思っていました。強く押さえていないですから、ちゃんと気をつけてください。でないとずり落ちて大変なことに。
マスター、あまりもそもそしないでください。そんな風に、そんなに暴れてはダメですよ。恥ずかしいです。